問題はタコ。ちょ、聞いてよ。あのさ、タコっていうさ、ストーカーが最近ね、俺の専属マネージャーになったっちゃけど、そう、タコがマネージャーになった時に結構雑務とかスケジューリングを任しとって、そう、タコにね。そうで、事務所の支払い系とかも任しとるけど、なんか、俺ポスト確認するの下手くそやけん、そう、俺そういうのまめにできんけん、それなんか届いた水道代とかガス代とか電気代とかは、なんかまとめて一旦 お前が払って、その領収書を持ってきてくれんっつって。そうそう、そしたら払うけん俺っつって、そう。任してくださいみたいな。それぐらいできますよっつって。わかったよっつって、今日、事務所行ってからしばらく仕事しよったら、ボンって言って、全電源落ちちゃっちゃう。ボンって言って、ああ、と思って。はい、来た、これと思って。もしもしって言って、お前止まっとうぜ。お前、払ってなかろって言って。いや、要するに、この前振り込み用紙をまとめてね、そう、たこい渡したわけよ。はい、じゃあこれ振り込み用紙やけん、よろしく頼んだよって言って、俺この後仕事あるけん払っとって、任してくださいって言って、パッと帰っていったじゃん。そこパッと帰っていって、そう、お前持っとるより払ってないとって言って、いや、ちょっと持ってたんですけど、払ってなかったっすって言って、まあいいや、っつって、オッケーオッケー、わかったわかった。なの。まあしょうがないけど、実際そこでタコを攻めても、電気は復旧せんからさ、これ以上攻めたら電気戻りますよとかないけん、わかったっつって、まあ、それはしょうがないっつって、じゃあせめてマジ真っ暗で何もできんけん、さ、ランタンとろうそく買ってきてっつって、こうでもさ、あの、白熱のさ、ランタンってめっちゃ眩しいやん。わかる？俺嫌いっちゃう、白熱級。そうで、いや、そんな支払いの書の量もないよ。別に1ヶ月分の水道とガスと電気やけん3枚よ。そうで、その、これ眩しいけんさ、暖色系の、そのなんか、ランタン買ってきてって言って、あと、なんかちょっとデカめのろうそくあるやつで、ちっちゃいろうそくじゃなくて、あの、大きいちょっとシャレたお感じのろうそくとかやったら結構長くつくけん、そう、デカめのろうそく買ってきてって言って、そうそうそう、そう、あったけい方の明かりで、え、それでも俺は、ここまで伝えたっちゃけど、でも、ワンチャン、こいつは間違える可能性があるなと思って、暖色わかるって、暖色系の電気わかるって聞いたら、いや、わかりますよ。オレンジの方でしょって言ってきたっけ、あ、そうそうそう、って、まあ、最悪わからんかったらググって、つって。あ、OK ですって言って、そうで、OK って言って待っとったわけよね。で、買ってきましたよ、ファイ君、すいませんって言って、あ、まあ、全然いいよって、別に今日仕事できれば、そうそうそう、今日仕事できればいいけん、まあまあ、別にいいよ、つって。で、流してくださいよって言って、パカッパカッパカって、白熱のランタンを次々に開いていきよって、パカッパカッパカッパカって。で、あ、白熱がいっぱい開いていきよ。眩しいなぁと思いながら見よったっちゃう。あ、白熱のランタンが一個ずつ開きよるな。パカッパカッパカって。3種類ランタン買ってきて、全部白熱なんよ。なんで ?3 種類買ってきて、なんで全部白熱なんで、え、お前これ、白熱やん。つって、え？つったら、いや、違うんですよ。これ、あの、調整できるから、みたいな。ちょっと待ってくださいね。あ、いや、ごめん、みたいな。調整できるとね、みたいな。そいつを、ごめん、俺、早とちりしてしまったわ。すまんと思って。まあ、さすがにそうよな。あんなに言ったっけんって言って、カチカチカチって切り返しよっちゃけど、何回切り替えても、3段階で明るさが変わるようだけ言っちゃう。で、一番暗いのにして、ほら、なったって言って、なってない、なってない。暗なっただけよ。なってないよ、お前。それ暗くなっただけやけん。なんで？暗くて、明るさが消えて、明るさが消えとうだけで別に、暗いけんない。白は白やけん。さっきより明るくなくなっただけやけん。いや、お前ね、つって。これ、白やん。オレンジじゃないやんって言ったら、いや、これオレンジでしょって言ってきて、え、これもしかして、気まずい系のやつかなと思って、え、みたいな。ちょっと待って、あ、その、ね、その、あ、こいつ、もしかしたら、そう、気まずい系のやつなのかもしれんと思って、そう。色毛なのかもしれんと思って、あ、いや、それやったら俺ちょっと悪いこと、そうそうね。え、こう自分が気づいてないだけで、そう気づいてないだけでこれ色毛かもしれんと思って、あ、俺それやったらちょっと悪いことしたなと思って、あ、でも俺の玄関の前のマンションの電球が、こう、あの暖色系の光やけん、ちょっと連れて行ってみようと思って、ちょ、お前そのランタン持ってこっち来てって言って、ほら、わかりましたって。もう一回聞いとくけど、それ何色？いや、これオレンジですって言って、そうか、そうなっつって、わかった、ちょ、来てって言って、そのマンションの、暖色系のさ、光のとこ連れて行って、じゃあちょっとそのランタンつけてって言って、パッてつけて並べさして、それでもう一回ランタンさして聞いたっちゃう。これ何色ってしたら、白ですって言ったっちゃう。見えとる！ちゃんと！正常やん！白やん！気まずくないわ！ふざけんなと。何これ？ちゃんとお前のバグやん！ちゃんと、正常やん！めっちゃ。おう、白ですね。ダメやん。ああ、もうこいつと思って、まあいいやと思って、まあもうこれももうしょうがない、別に。こいつ攻めても、もうどうしようもないけん、いいやと思って、まあしゃあないやん、もう。やけん、しゃあないけん、まあいいやと思って、ロスクあればまあどうにかなるや、と思って。ああまあ、
そういう、あれもあるやん。ことわざも、なんか、雪の光の方が明るいみたいな、なんかね、こうなんか、ろうそくよりも、ろうそく消して、雪に反射する、外の明かりの方が明るいわみたいな、昔のことわざあるやん。いや、警察の子だっけ警察の子だな、これも、と思って。いいや、と思って、ろうそく、あ、それそれそれ、そう。だから、ろうそくつけようと思って、じゃあ、ろうそく出してって言ったら、仏壇用の細いやつ、わかるやろ。あの、世界で一番有名な仏壇の細いろうそくよ。お前、マジの警察の子やん、と思って。マジのやつやん。ま、なんかこうならんように言ったやん。なんでって。いや、こうならんように言ったやん。俺、でかいやつって。その、ろうそく買ってこいって言ったら、それまさかね、そのまさか停電でろうそく買ってこいって言ってきて、お仏壇の長谷川の細ろうそく買ってくるやつはおらんと思っとうとよ。おらんと思っとうけど、こいつがバカな可能性があるけん、噛み砕いて言ったわけやん。おっきいやつねって。箱がおっきいやつなわけないやろ。キャンドルが大きいやつに決まってるやん。なんで箱でかいろうそく買ってくる？亀山みたいなやつ。何？死んでないから、俺。それとも何？殺そうとしてる俺のこと。何？箱でけえだけやけん。それ。でかくないけん。って言って。いや、そう。したら、いや、みたいな。いや、もう本当にすみません、みたいな。いや、マジで申し訳ないっす。いや、確かに、みたいな。これ、お前ろうそく出して？いや、ほら。細いっつって。はぁ、つって。いや、したら、いや、もう本当すみません、みたいな。マジで申し訳ないっす。いやでも僕みたいな。ワンチャンそう言われるかと思ってみたいな。もう一個、ろうそく買ってきました。で、いや、そういうの先言ってよ。なるや、それ、いや、そう、じゃあごめんやん、みたいな。そう、買ってきとるやん。なんでまとめて、なんかなんで、そのテレビ番組みたいな構成にするのつって、そう、まとめてわって出せばいいやん。なんでその、続くみたいなシリーズにするんつって。予想しとったら、どっちも出せよ、まとめて、つって。なんで、お前、毎回ドラマみたいにすんねん、つって。出せ、つって、あ、すいません、つって。パッて出してきたのが、あの、薄くて丸い、ろうそくやったし、わかる？薄くて丸い、あの、なんか、わかる？なんかに使えそうやけど、実際何にも使わんやつ。なんか、わかる？なんかによく使うけど、実際じゃあ何に使うって言われたら、何にも使わん。薄い、丸いやつあるやん。なんか、細ーくアルミのシルバーで加工されたやつ。平べったーい、そう。なんか、薄いやつ。あの、わかる？いや、それのでかいの買うてこいよ。なんで数で、どっちも数で戦う。俺、百物語するんかな？今から。こんなちっちゃいのいっぱいあっちこっちに置くわけないやん。キャンドル順じゃないっちゃけん。気まずい。そんなお前、火事なるって。危ねえよ。なお前、細、薄い固形燃料みたいなろうそく。俺、部屋の中で PV 撮るん今から。西野カナとかの。なんなんと思って。そう。お前、こんなに買ってきて、一つも合ってないんや。って言って、そう。え、そうで、で、こう、それと同時に充電器も、充電なくなりそうやったけん。俺、あの、その、持ち銃も買ってきてって言ったじゃん。そういえば。あ、でも、あ、俺持ち銃あったと思って。お前、1万5千の持ち銃の黒を2つ買ってきてほしいって言ったじゃんね。そう、それも。ねえ。まあまあまあ、さすがに、モバイルバッテリーぐらいは間違いようがないけん。そう。まあいいや、つって、まあ最悪モバイルバッテリーだけでさ、携帯のライトの上にペットボトルの水とか置いて、どうにかしようと思って、そう。まあ最悪それでごまかそうと思って、充電さえあれば、いけるけんさ、それが。そう。やけん、まあしょうがないわ、と思って、パッて出してもらったら、2万の白2つやった。2万もいらん白やし。なんで？なんで1万5千の黒買ってこいって言って、2万の白買ってくるの？その、なんでやん？なんでって聞いたら、いや、黒なかったですって言っちゃう。嘘つくなよ。ドンキ行っとったよ。ドンキ行ってお前。黒の持ち銃ないわけないやん。嘘つくなよ。ドンキに、お前ね。お前、コンビニでもあるわ。今このご時世。黒のモバイルバッテリー。絶対にドンキにあるはずやけど。そう。思って。なんで？そのなんか、で、俺今日、その、買ったもん全部外されすぎて、俺なんかシンプルに、その、もう本当に傷つけようとか、なんかその、わかる、こいつのことへこませてやろうとか、悪口言ってやろうとかじゃなくて、絞り出すように、なんで同じ脳みそついとるのにそんなこともしきらんとって言ったもんね。なんで？って、同じ脳みそついとるはずなのに。なんで俺が思いつくこと思いつかんわけ？って、心、そう、傷つけようとかじゃない。もう、心から出た。どうして？同じ脳みそついとうはずなのに。そう、できんと？って、みんな以上言ったのに、俺。自由に伝えたのに、1も買ってこれんか。おもろかった。ああ、面白いやつやなと思ってさ。